本当に飲みながらバカ話してて、ちょっとフラッシュアイデアでこんなのあるんだけどって言ったら、あ、それ面白いんで、ちょっとあの知り合いの編集者がいるんで漫画誌の方につなぎますよって言ったら、1ヶ月後にもやることなんです。はい、こんばんは、石田ゆらです。こんばんは、吉水乃です。こんばんは、早川洋平です。さあ、なんか最近いいことありました？今日はもうフリートークスペシャルなんで、はい、もうのんびりでいいんだよね。いいことあった。いいことあった。あった。お、じゃあいいことからどうぞ。いや、なんかさ、デートしてるって言ってなかった？デートついてるよね、最近。デートついてるんですよ、最近。はい、うん、なんか、あの、イチャイチャしてます。へぇ、よかったね。いいじゃん。なんか、久々にいいニュース聞いたな。いや、本当になんか、久々になんか、そう、じゃ、なんか、その男の子と手をつないだんですよ。うん、年下なんですけど、うん。で、デートに行って手をつないで、なんか、感動しちゃったんですよ、手をつないだことに。そうか。私って、こんなに人と触れ合ってなかったんだって思って、さすがこの人のぬくもりって思ってすごい感動しちゃって。大事だよね本当に。で、心のトゲトゲが取れました、うん、それでよかったじゃん。もうね、ホルモンバランスめちゃ改善されてるから。いや、本当になんかお尻がザラザラしてるのがなんかなくなったんですよ。それは本当にフェロモン。実際フェロモンっていうかホルモン。なんか足ツルツルみたいな。あれ、肌とかめちゃめちゃ綺麗な。そう、肌めっちゃ綺麗になったみたいな。アンアンのなんかタイトルそうなりそうみたいな、ね、女性ホルモン、うん、手をつなげばお尻ツルツルみたいな。男の人も腕が綺麗になったり、はい、筋肉質になったりするんだよ、女性と付き合うと。そうなんだ。ホルモン、男性ホルモン出るから。やっぱりドキドキ大事だね。付き合う前のイチャイチャって一番楽しいみたいな。ああ、本当だよね。今そういう時期です。あ、じゃあ今一番いい時期じゃないですか。じゃあその時間をなるべく引き伸ばしたいんだけどね。ね、すぐ過ぎちゃうんだよね。そうですね。おかしい、そんな感じですね、うん、私は、うんうん。僕の方はね、実は前からちょっと話していた、異世界転生漫画の原作を書いていて、はい、なんかもうめちゃ面白くてつい伸びちゃうね。いいな、超楽しそう。1話、漫画ですね。漫画そう。そうかそうか。それはやっぱ原作を書くのとは違った、なんて言うんでしょう、楽しみが。小説を書くのとは違う。あ、そう、うん、小説を書くの。なんかね、感じとしては脚本書いてるような感じ。シーンがここ、はいはい、今この場に何人これとこの人がいる、うん、で背景としてはこんな感じの部屋で、うん、みたいなのでセリフでつなげていくみたいな。めちゃ面白いよ。やっぱり小説よりちょっとそのまま言っちゃいますけど、気楽ですか？全然気楽。あ、そうなんだ。あのね、逆に緊張してガチガチで固まって書いたら面白くならないと思う、漫画は。ノリ一発とか大事だから、ギャグ入れないといけないし。その漫画の書き方ってうん、まあ、小説もどう書いてらっしゃるかあれですけど、うん、最後 そのクライマックスはこういう風に終わらせるっていうのはある程度決まった状態でスタートするんですか？僕が今作ってる話ではあるね。あ、うん、やっぱ転生ものとかだとオチをちゃんと考えとかないと、うん、でも大体の漫画はそのオチを考えずにどんどん広げればいいんだよ。あ、そうなんですね。ファンタジーってその世界の中でどんどんお話が広がって、あちこちいろんな人物が出てきてっていうのが一番面白い段階なので、うん、まとめのところって面白くないじゃん。あ、まあ、確かに。正直言って数々の名作漫画でもまとめでうまいっていうのはほとんどないじゃん。僕が今パッて思いつくのは、これはうまいなと思ったの、鋼の錬金術師。ハガレンはうまかったな。結界師もすごいうまかったな。あとはカラクリサーカスとかかな。ああ、はいはいはい、うん、あの人うまいからね、石田さん。そうですね、確かに。そうなんだ、そういうもんなんですね。うん、だから一応今そのこんな感じで終わるっていう最後のシーンはあるけど、うん、それまでにどれだけ広げられるかが問題なんだよね。うん、でしかもその異世界漫画にめちゃめちゃ詳しい編集者とあって話をしたんだけど、異世界漫画ってどこで見るか分かる？ヒット作どこで見る？なんでヒットし、ね、あ、この漫画これぐらいヒットしてるんだってすぐ分かる方があるんだって。関数？そう、あ、異世界漫画がヒットしているかどうかは全て長さです。うーん、ダメなのは4で、だんだんと中ヒットだと10から15、うん、で20とかこうやって超えるようになるとこれは大ヒットした。あ、そうなんだ。そう、あ、さっき終わりがないって言ったのはそういうことか。そう、結末までにどんどん話を広げていくっていう、うん、そうだから、ほら、転スラ、転生したらスライムになった件とかだと今もう25とか30近くまでいってるから大ヒットってこと。へえ、そうなんですね。そんな続くんだ。こういう短いのもあるんですね。うん、全くお話が広がんなくてファンがつかなくてパンバツみたいなパターンもあるよね。でもシビアだな、これが面白いんだけど、異世界漫画ってヒットしないことはないんだって、うん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 、どれもそれなりに当たった上であんまりいまいちだから切ろうねっていうのはあるから、
逆に言うとそれだけ今市場がものすごい豊かなんだよね。そうするとだから異世界を作家みたいな人はなりうる可能性は普通の人よりは、ね、異世界漫画とか、はい、異世界ラノベとか書いてる人はプロになりたくない人なの。なりたくない。だからもうペンネームがみんなめちゃくちゃじゃん。ああ確かに、こんにゃく、こんにゃくとか本当みんななんか変なペンネーム。確かに、うん、ね、本当にこんな風な名前普通にあるからね。ダメゾーとかこんにゃくとかさわけのわかんない18とかさあるある。ああもうそっちの、そうかそっちの。そうだから自分の本心とか、まあ、自分自身は一切明かさないし、うん、昼間働きながらラヌベ書いて、それはアルバイトで、うん、どんなに当たってもプロになるよりは これでいくっていう人がいっぱいいる。ということはじゃあその作家さんにお支払いするその税金、あ税金じゃない、うん、何印税は一緒だよ。印税は一緒だから、プロにはなりたくないけどめっちゃ稼いでる人もだからいるいる。だからさ、デンスラなんてもう2000万部とか超えてるから、すげえ。2000万部で1冊500円で計算してみ、520、1億全然違う。10億え、そう10億だね。すげえ。だって500円の50円が印税だから、50円だから10億。10億か、いいな。転生作家いいな。いや転生作家でも当たってる人いっぱいいるからね、はい、オーバーロード、転スラ、うん、リゼロ、まあ、リゼロ、はい、うん、あと何だろう、無職転生、もうその辺のところはどれも全部1000万超えだから。え、イラさんがそのちょっとまあ脚本というか原作関わってて思うのは、そのなんか転生特集みたいになっちゃいますけど、いわゆる僕全然ちょっと読まないし見ないんで2人にも聞きたいんですけど、アニメとかまあ漫画としての転生ものと、いわゆるラノベというか小説系としての転生ものっていうのは、圧倒的にやっぱりその漫画とかアニメの方が市場は大きいんでしょうか。市場としては、いやでもどっちも大きいよ、うん、ラノベで10巻20巻で続いてるシリーズとか転生ものでも普通にあるんで、うん、それはそれででかいから。ただそれがさらにアニメになる映画になるってなると、もう一段売れるんだよね、うん、なんかやっぱ異世界ものの特権ってなんかやっぱラノベの特権って感じがしますよね。そういうイメージあるよね、なんか、なんかテーマってなんか、うん、そっか。いやでも面白いよ、白やってて。なんかね、気づきがすごい多いので、ね、さっきも話したんだけど、いつか、異世界転生特集をやる。あ、そうですね、ぜひぜひ。でしかも異世界転生を読んでるのって元ラジの、リスナーとほとんど一緒です。あ、そうなんですね。 30-40 代の男性メイン。男性なんだ、うん、ただほら異世界ものに、これみんな知らないでしょ。もうちょっと若いと思う。異世界はこれ男なの。うんうん、そして今それはわかるなんか、ね、これでも知ってるよね、うん、異世界から分派したこの悪役令嬢っていうのが、うんうんうん、これはもう本当に女の子の、うん、なんすか悪役令嬢って。悪役令嬢、それジャンル女の子、ジャンル、これ女性読者が大量にいるわけ。 BL の読者と悪役令嬢の読者、ちょっと違う、ね、また違う。これは要するにゲームの中で、例えばそうそうそうマリー・アントワネットです。はいはいはい、そうそうそう、ギロチンにかかる前、半年前にマリー・アントワネットとして転生してしまう、うん、あと半年間で何かをやらなかったら自分はギロチンで首を切られて死んじゃう、うん、そこで必死に頑張るっていうタイムリミットサスペンスものなの。面白い、素晴らしい設定でしょ、うん、なのでそれも異世界。それも異世界。ただ言い方がそういう言い方なんだ。というより、これもう本当に女性読者だけしかほとんど見ないので。あ、そうなの。今の話聞いたらちょっと読んでみたいですけどね。いや、めっちゃ面白いな。面白いですよ、うんうん。アニメにもなってるよね。アニメにも結構なってますね。あと今後も結構アニメでこっち系が増えてくる感じです。そう。だから男の子はこっち見て、女の子こっち見てって感じかな。面白そうですね。いや、面白いよ。だからね、なんか、いいね。なんかこの年でさ、全く知らない新しい仕事をまたやってみるって。確かに。だからこのね、おとらじ始めた時もすごい楽しかったけど、今もちょっと楽しいかな、うん、まあ漫画の原作ってこんな感じなんだって思いながら毎日書いてる。なんでお声がかかったんですか。いや、お声かかったんじゃなくて、うん、某経団社ともういいんじゃないですか、言っちゃっても、うん、本の打ち上げをしていて、言ってる、僕の担当と、いや最近異世界漫画って面白いよねとかっていう、うん、本当に飲みながらバカ話してて、うん、でちょっとフラッシュアイデアでこんなのあるんだけどって言ったら、うん、あ、それ面白いんで、ちょっと知り合いの編集者がいるんで漫画誌の方につなぎますよって言ったら、もう1ヶ月後にはやることになる。すごい、 そんなもんですね、ある意味ね。仕事の取り方がマジでプロフェッショナル、うんうん、だから本当にコロナダメだったね。それだって一緒に会って飲んでなかったわけじゃん。あ、そうか、そうか、そう、中目かなんかでさ、イタリアン食いながら
ワイン飲んでバカ話してるうちに、うん、面白いとか言って仕事になるんだよ、うん、これ大事ですね。大人ですね、僕らもちょっと参考にしましたね。確かに。さあ、じゃあここで、お便りご質問来てますか、はい、じゃあまずお便りから、はい、20代の男性からいただいています、ルポ女性風俗の回を拝見しました。イラさんの恋愛に関する考察も良かったのですが、ノアさんの女性目線でのセキララトークも聞けてとても見応えがありました。日本人の性について考える上で私がおすすめしたい本は AV 監督の代々木正さんが書いたプラトニックマニュアルという本です。プラトニックアニュアル、プラトニックマニュアル、プラトニックマニュアル、それもちょっと、それは読んでしないマニュアルだ。ちょっと読んでみたいですけどね。いかにプラトニックに、あと、まあ、逆に読んじゃった。もうそれは新しいプラトニックアニュアルという本です、うん、特に前儀をしない男に怒りを炸裂させていたノアさんに読んでもらいたいです、うん、ということでいただきます。いいじゃん、2冊目プラトニックマニュアルでいいじゃん。前業しない男たちの次。いや、代々木さんね、代々木さん素晴らしい人なんだよね。代々木さんね、あ、そうなんですね、うん、あの AV 創世期からずっと作り続けてる人で、僕なんか覚えてるもん、なんだっけ、代々木さんが最初に撮ったのが、うん、あの AV じゃなくて劇場公開されていて、その頃新橋の映画館とかで見た覚えがあるよ。あ、そういう AV、 AV なんだけど、その頃さ、本番はなかったわけ、はいはいはい、一括ロマンポロとかって本番はしないじゃん。そっちか。でもそうじゃなくて、実際リアルに女の人がエッチをする、うん、で日本物でそういうのは初めてだっていうのですごい盛り上がってたの。へー、今からもう何十年前だろうな、40年ぐらい前。いいですね、いいですね。なんか私友達に AV 監督だった人がいて、だった人、いや、その人の話聞いてると、うん、本当に AV の現場って面白いなと思うんですけど、うん、結構そのやっぱみんなそのなんかちょっと なんて言うんでしょう、こう体が反応しちゃったりしないのみたい なこととか下世話なこと聞かれるらしいんですけど、うん、全くそんなことなくて、うん、もうめちゃくちゃプロ意識高いし、うん、もう本当に なんて言うんでしょう、かきっちりした現場、うん、っていうか、もう本当にねすごいって言ってました。確かにそうだよ、うん、だから本当にその AV 男優もスタッフも女優さんには手を出せないしね、うん、そうそうそう、女優さんがいる事務所も危ないところが多いから、うん、めっちゃお金かけられる。あ、そうか。あとなんかその女性となんか付き合いたいとか結婚したいとかそういう願望が全く生まれなくなったって言ってた。あ、その裏を見たからね、エッチしたいとか、うん、そう、そういう、逆にね、そう、そういう気持ちが何にもなくなったって、うん、でもはっきり言ってそれは良くないよね。それはもう副反応だから。そう、でもその人本当に未だに独身で、そっか、でも独身貫いてますね。行くのはまあ良くないんだよな、うん、ただ僕もね昔 AV ギャルの人と飲んだことがあって、大量のごっくんをしないといけなくなるじゃん、はいはいはい、そうすると何十人分も飲んじゃったりするので、うん、すごいお腹壊すんだって。うわ、だからそれをやる前には医者さん何食べるか知ってますとか言われて、なんだろう、分かんないよって言ったら、シュークリームと牛乳だって、糸腸に膜を張るの、ね、膜を張る、ね、その上で飲むって言ってた、もうね、プロだな、プロはすごいし、それがマニュアルとしてシュークリーム食べるんだよってみんな知ってるっていう、その世界が恐ろしいと思う。いや、本当ですよね、すごいですよね。すごいよね、うん、で日本人って突き詰めるからさ、うんうん、日本のように例えばレイプ風のものとか、うん、ロリ風のものとか、うん、ね、例えば外でしちゃうみたいなことを、うん、世界の AV では全部禁止だから、そうですよね、こんなにイマジネーションがあるのは日本の AV だけなので、あ、みんなAV に関しては日本のを見ましょう、うん、海外のは本当につまんないです。なんかサイトあるじゃないですか、そういうなんか AV のなんかサイトみたいな、うんうん、そういうところになんかこの AV はこういうなんかストーリーでこういうとこが良かったみたいな、みんなレビューとか書いてるじゃないですか。 ね、うん、あのレビュー面白くないですか。もうね、めちゃくちゃ真剣に書いてあんの、ね、本当に、うん、それとやたら女の子に厳しくない。そうですか、うん、ちょっと整形してると怒るし、胸に詰め物をしてると怒るし、でも不思議ですね、今の話、その AV は結構自由だみたいな、日本はこんだけ表の世界はね、みんな束縛されて抑圧されてるけど、 その AV とかやっぱアングラのところは世界よりももっとはっちゃけてますよね。日本人ってモラルがないんじゃない、宗教がないから。でモラルがないって素晴らしいことだよね。確かに。だから逆に言えばさ、子供向けのアニメの中でもラムちゃんじゃないけど、いや、ね、本当ですよね、虎の水着着てさ空中を漂って電撃とかするんだから。
そういう自由さが本当に素晴らしいね。そこは失わずに来たよ。なんか朝やってる子供番組の中で5分間やってる鬼パンっていうやつが30分に伸ばしたアニメをこの間やってたんですけど、この前怒ってたやつね。そう、怒ってたやつ。もうあれとかもなんか朝の子供番組でやってんのに、なんか道で人がいっぱいいる中で鬼のパンツ履くんですよ、スカートの下に人前で。もうなんかそういう発想がよくわかんないなみたいな、うん、日本人は本当にゆるゆるなんだよね、うん、だって前話したじゃん、江戸時代のお風呂の話。そうですね、そうですね、銭湯は男女混浴だった。うんうん、そうですよね。もうそれが普通だったので、別に裸は何も恥ずかしくないし、よくわかんないな。ちょっとでもゆるゆるでいきたいね、少しずつね。そうだね。だから日本のそういうモラルのないところって、物を作る上ではものすごく強いので、ちゃんと残した方がいいと思う。規制をかけるとかさ、そうですね。そう、ロリータはダメとか言ってると本当にダメになっちゃう。確かに。質問お願いします。じゃあ、20代の女性からいただいています。はい、こんにちは。私は出会いを求めてマッチングアプリに登録しました。いいですね。でもたまに男性の方から連絡が来ることもあるのですが、ネット上の出会いだとやっぱりなんか違うなと思ってしまいます。一方、うん、チャットのやり取りでお話を聞いていると、悩みやいろいろな経験を話してくれる人がいるので真剣にアドバイスをします。それにとても感謝されることがあります。ただマッチングアプリの本来の趣旨とは違っていますし、私自身は誰とも恋愛に発展しません、うんうん、こんな使い方間違っていますか。また、定職があってこの年まで恋愛ができない仲のいい男の友達もほぼできないということは、これからもできないということでしょうか。補足なのですが、相手の自分でも見えていない自分の良さなどに気づき、それを伝えて褒めたり励ましたり、それをもっと引き出すためにこうしたらいいんじゃないかと、余計なお世話にならない程度に一言言ってみたりするのが楽しいです。またファッションに関しても、本人は気づいていないけど似合うスタイルがあり、それを友達や周りの人に対してちょこっと言うのも楽しいです。学校生活で悩んでいる親戚の子供に対して正解はないけれども一緒に話を聞き、友達と仲良くなるにはどうすればいいかを考えるのも楽しいですということで、なんか相談に乗るのが多分好きな方なのかな。てかこの人、人間を観察して、うん、ちゃんとその人の本質的な良さみたいなのを評価する力がある人なんで、うんうん、マッチングアプリをどう使う方がいいじゃん。うん、なので、そうですね、これをやっていながらそのうちアドバイスした人とうまくいくっていうのが理想の形なんじゃない。うん、ね、なんかそんな気しますよね、うん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 、本当に。ただその人にやってできることを自分にもやってみるといいよね。うん、そりゃそうだ、うん、でもいいんじゃないかな、すごく、うん、で男の人ってさ、特に日本の男の人って褒められた経験がないから、誰かにここがいいよとかこうすれば素敵になるよみたいなこと言われるとすごい嬉しいんだよね。あ、嬉しいですよね。もうたった一個だけで変わると思う、人生。でも褒めないの？女の子たちが褒めないってこと？女の子も褒めないし、男の子の周りの人も褒めないよね、うん、お前はここがすごいなってスパッて言ってくれる大人って今までいた？お前ってここまでこうすごい頑張ったよなとかっていうのを学校でそんなこと先生絶対言わないじゃん、うん、ないですね。同じクラスの友達で言う？お前ってモンハンめっちゃすごいな、天才とか言われたら嬉しいじゃん。でもなんか我々よりも下の、もっと下の世代の子たちはなんかお互いに言い合ってるイメージあります。なんか小学校とか、うん、だからそれで多分日本の人のメンタルが少し変わるといいなとは思うけどね。あ、でも割とそうね、確かに、うん、息子の小学校とか見てると、ね、結構なんかいい、うん、いい意味です。おめえすげえな、そう、すれてないっていうか、あのさ、意外とまともっていうか、結局あれなんじゃない、あの社会が厳しくなると、あ、それに対する、まあ、抵抗力をつけるために、はい、みんな人が優しくなるんだよね。本当そう思います。アメリカの社会ってめちゃめちゃ厳しいじゃん。一回失敗したらどん底じゃん。うん、なので、わあ、お前は夢見られたんだ、素晴らしいな、ナイストライだよっていうのは、アメリカの社会は厳しいからじゃない？アメリカじゃ日本がそうなりつつあるっていうことなんだと僕は思う。日本がアメリカ化してきてるってこと。そう。そうですね。まあ、どっちがいいのか分かりませんけど。まあ、でもマッチングアプリ自体はそんなに悪くないですよね。マッチングアプリの正しい使い方なんてないから、自分が好きなように使って、うん、そうですよね、うん、マッチングアプリ使ったことないから、でもマジでどう仲良くなっていいか分かんない、マッチングアプリで。どういうこと？だってマッチングアプリって全然知らない人を顔で写真だけ見て連絡するわけですよね。こんにちはみたいな。え、それでチャットとかしないわけ？チャットするんですよね、うん、でチャットでどう仲良くなっていいか分かんない、なんか文章だけでこんにちはって言われて、あ、こんにちはって言って、どうしたらいいの？普段の自分出せばどうしたらいいのか分かんない、うん、あ、普段の自分を出す、ちょっとずつ。そっか、私なんかアニメ関係の仕事しててアニメ大好きなんですよねとかって言ったらなんか返ってくるでしょ。あ、これでもさ、なんかね、あの うちの手伝ってくれた某ね、あのスタッフの、うん、まあ、K 君そのままあのほら声だけ、あとで声変えれば、はい、いいでしょ、声変えれば、
K 君のマッチングアプリ体験をここで語るんですか。そうそう、なのでせっかくなんで、なんかあったってことですか。そうそう、いやほらやっぱ逆に K 君にも話してもらいますけど、逆に男性としてもねちょっといろいろ怖い部分とかほらあるとかその辺の話もあったじゃん。あ、そうなんだ。そう、リアルな男性の体験レポ、うん、そうなんです。スタッフの K 君もですね、うん、最近マッチングアプリこのオトラジに感化されて登録したらしいので、うん、ちょっとその辺の話もね、あの音声の出演でしていただきたいと思います。そうだね。もうさ撮影と編集でお世話になってるからね、はい、そうなんですよ。気になる。ちょっとその辺の話もね、もうすでに何回かやり取りしたんですか。3週間ぐらい前に始めました。お、はい、なんでこの生々しい話をちょっと、ね、長くなったから、はいはい、その辺もね、はい、後編で話したいと思いますが、はい、続きは4通りのご視聴方法です、うん、YouTube メンバーシップ、ニコニコ動画、Apple サブスクリプション、オーディオブック .jp ということで、噛まずに4通りいけたので、概要欄をご覧ください。はい、はい、続きは後ほど。はい、またその柳市会っていうところで生まれ育った女の子が子供の頃どういう生活をしてどうやってその会から脱退していったかっていうのを書いた漫画で、でもユーモアがあってすごく面白い。これ一回入ったら、うん、出ない人はずっと大人になってもずっとそこで暮らすんですか。そうだから親が入ってしまうと子供も自動的になる。なので僕宗教の自由っていう時に一つ自由を増やしてほしいのよ。親とは別な宗教を信じる自由、うん、親の宗教から離脱する自由っていうのを法律に1個入れてほしい。ただでも僕今回のことでね、なんか本当にもうね新聞の記事とかも悲しい。でもなんかさ生活に張りが出たでしょ。最初は億劫だったんですよ、うん、億劫だったんですけど今までそういう付き合いとかを、うん、この連絡とかを避けてきたので、うんうんうん、ちょっとここは頑張ってみようかなって思って、なんかうわ頑張ってみて